芝居してる自分とそれを俯瞰で見てる自分と100100 100でやるっていう感じにちょっと近いんですよねだからポジティブにに前向きに信じ抜いいてて振ればそういう結果が返ってくるんですでも待ってても壁からは振ってこないから武士みたいなことを言いますけどどう死ぬかはどう生きるかだと思うんで「Ladies and j a ニトノース・ビレッジ」シリーズ「放浪・放尿・放流」「大人の言葉」に続く6年ぶり第5弾の最新刊窪塚洋介の人生攻略本発売中です。皆さんチェックしてください損はさせません。 それではではすねここからは何かね聞きたいこととか言いたいこととかある方はあのマイク回しますんで「帰還なく」ノータブー何か聞きたいことがあったら何でも聞いてくださいここから皆さんとちょっとまあセッションっていうほどのことにはならないんですけどもクレームででもいいですそもそもうちの娘のあまとちゃんが今6歳になるんですけどまだ4歳ぐらいの時に。 まあ仲間から「陶芸めちゃくちゃいいから土触らした方がいい子供に」って言われてでまたまたまその友達の友達が窯元の窯をやってる方だったんで連れて行ったんですよね。でみんなでお皿を作るみたいなことをコップを作るみたいなことをやってたらまあ俺が一番ハマっちゃったっていう。 でこんなに面白いのかと思って実用的なものもあるんだけど基本的にはもうその思うがままの形で自分が作りたいものを作るっていうようなコンセプトで1回目の個展をやったんですけどそうやってるとねもうほんと自分の楽しいっていう気持ちがやっぱすごい入るのとあとさっき言ってた僕のこの手にはそして皆さんの手にも微生物がめちゃくちゃいるんですよ。 だからおばあちゃんが握った塩むすびめっちゃうまいのはおばあちゃんの微生物も食べてるからで長生きの人の,あのそういう漬物とかを食べると長生きになるっていうのはまそういうことなんですね腸にこの影響してきてっていうでそういう気持ちもなんか込めてます俺は俺の微生物って言って込めて焼かれちゃって,ても全部死んじゃうんだけど <laughs> 死んじゃってんのかい なんだけど、まあでもまあ入ったでしょっていうような気持ちでやってます。<noise> まあ本当いいところがもうたくさんあるんですけど、まず単純にスポーツとして止まってる球を打つっていう行為がこんなに難しいのっていうところで、まあ一個面白いんですよ。で、そのクラブが種類もいっぱいあったりとか、それによって打ち方が変わるとか、そういうのも面白い。まあスポーツとして。でもう一個は。 ゴルフってまあ1人で行ってもいいんだけどマックス4人で,でコンペとかになるとその4人かける何組とかで回るんだけど気心知れた仲間とこう回ったりするんでこれ仲間と喋ってるノリでそのスポーツをするっていうのも楽しい。と作り物とはいえ街中にいるより自然なんで鳥の声だったり風だったり気温だったり空の色だったり時には雨降ったり雪降ったりするんだけど。 そういうい自然の変化だったり自然っていうものがちょっと近くなるんでそれもとってもいいあと仲間がライバルになってでも一番のライバルは自分っていう自分とのも本当戦いでしかないしよくあのメンタルスポーツだって言われてて本当にちょっと気持ちがブレたりとかしたらもう崩れるんですよそっからだからそのメンタルがめっちゃ出るっていうのも面白いし。 でそれは一周回って内観して自分自身を見つめるっていう行為にもつながってくるんでいわゆるちょっと役者的な感覚としても面白くて自分の今こういう形になってるとかあこうなっちゃってるとかこうなっちゃってるのでもう全然変わるんでそれって結構役者的な要素があって。 俯瞰で自分を見るっていうか芝居してる自分とそれを俯瞰で見てる自分と100 100、ででやるっっていいう感じにちょっと近いんですよねなんでまあ本当にあのゴルフを皆さんにおすすめするのは死ぬまでできるからだしジジイになっても若いやつと戦えるようなルールになってるんでだからずっと遊べるっていう意味でゴルフをおすすめしてるしエイジシュートっていうブランド仲間とやってます。 っったんでですすかかそののパーートナーの方は会ってもくれないですじゃあ偶然およそーってまず会わせちゃいましょう。でお母さんがスーパー行くって言った瞬間にパートナーに電話かけてバッタリ会いましょうまずそこからねなんかこうアクションしてやっぱ一つワンアクションして変わってくることたくさんあると思うしでもマインドセットで絶対うまくいくって っていう風にマインドセットしてこうやるっていうパートナーにもそういう風うに思ってもらってでも本当にポジティブに前向きにやるとそういう風うに返ってくるんでちょっとね今のその話もらってこの話するんですけどこの世の中の仕組みみたいなのでさっきあ一個話そうと思ってたんだけどまあこれが壁だとしますで壁からまあ紐がこう垂れてるとでその紐を持ってこうやって立ったとするとこれは今どういう状態かっていうと まあ私は私なんですよで壁は世の中なので紐は起こる出来事なので何にも起こんねえなあってなるじゃないですか持ってたら,らそういうことなんですよ振ると振れるとれんですよ。当たり前なんだけど。 壁の方も力学的には振り返してきてるんですねじゃないと紐は振れないから大きく振ったら大きく振れんのちっちゃく振ったらちっちゃく振れんのこれ当たり前のこと言ってるからバカじゃないのと思ってる人いると思うんですけどそれが世の中だから自分が振ったように返ってくるんでだからポジティブに振ればポジティブに返ってくるんですよネガティブに振ったらネガティブに返ってくるの だからポジティブに前向きに信じ抜いて振ればそういう結果が返ってくるんです。でも待ってても壁からは振ってこないから。だから自分からアクションを前向きに起こすっていうのはもうそういうことなんです。鏡の前で鏡の中の自分が動き出すのを待ってても動かないじゃん。でも自分が動いたら動くじゃないですか。そういうことなんですね。アホな顔したらアホな顔して返してくるじゃん。 真面目な顔をしたら真面目な顔をして返してくる世の中もそうなんです実はめちゃくちゃシンプルなんでだから前向きに楽しく感謝して振ればそういうふうに返ってくるんだからうまくいくんですこれはねあの命をかけてねあの言えます俺がワンナップしてたんでたまたま2期目ですけども本当命をかけて確認したんで私と私の家族と 私たちの家族が元気で豊かに楽しく安全に幸せに暮らしていくっていうことが将来の夢ですでも今の夢もそうだこれをもうずっとコンティニュー続けるしたら絶対より良くもっともっとってなっていくと思うんでまあなってきたから、まあ、そういうふうに今もそれの設定で。 そうするとなんか自分が思いもよらないようなこことが起こったりいい意味でねっていうことをずっとなんかへてへてここに来たんであこの感じいいなと気に入ってるんで、まあ、そういうふうに将来の夢をインタビューでも言ってますファンミーティングねまあでもその話も実はあります「今よくファミリーキャンプ」って言ってね50泊。50 武士みたいなことを言いますけどどう死ぬかはどう生きるかだと思うんでぶっちゃけ言ったらいつ死ぬか分かんないしまあ2004年の6月の4日に私死んでいた可能性もあるんで何だったらその後のもこっから全部ギフトみたいなって思うともういつそ,のそれがやってくるか分かんないような特に今もうどんどんそういう時代になってると思うんで。 一日1日、まあ、それスティーブ・ジョブズじゃないけど今日が最後の日だと思って生きるから何でもやっていいとかじゃないし今日が最後だと思って生きるからもう死ぬまで食うとかそういうことではないんだけどいいいいいいつ終わりににななっててもいいように生きてればいいのかなとも思います要はね寝て起きなかったらもう死んでるじゃん。でも寝る時に死ぬと思って寝ないでしょ。明日起きるると思ってる ででもそれ起きないパターンそれが死ぬことだとだ思うん永眠っていうような感じでもうず,ずっと寝てる起きないのが死ぬことだと思うんで要はもうねみんな毎日死んでんですよはっきり言ったら。でもみんな生き返ってくるんだよね。また生き返ってきたって言ってでまた生きててでまた死んであまた生き返って。 その中のどっかでああ生き返んなかったっていうのは来るってことじゃないですか。<laughs> と思ったら分かりやすいんじゃない多分発売から1週間で中決定久保塚洋介の人生攻略本もし人生にもゲームのような攻略法があったとするならば向き合い方 愛し方,愛し方捉え方伝え方バランスの取り方楽しみ方幸せの感じ方大切なことをシンプルに紆余曲折上下左右急転直下あった窪塚洋介が積み重ね改良し続けた幸せになるための人生の攻略法 全国書店、Amazon にて、絶賛発売中。